この短いスパンでこんなに変わるかっていう、完全に夏が来たしっていうのがもう一目でわかる。小さい頃初めて見て衝撃が走る。100ミリ超えたりするか。まだ値札貼られてないやつもこれ、この下にもいる。はい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。そして今回のカメラマンがイ・ズッキーニ・イ・くんです。いや、イ・ズイです。あ、イ・ズイか。絶対違うでしょ。ごめん、ミドルネーム言っちゃった。いや、ミドルネームじゃねえよ。あ、そうか、ズッキーニじゃなかったか。いや、ズッキーニじゃないと、うん、え、ちなみに下の名前は何て言うの？下の名前、ゴンタって言います。お前、ゴンタって言うの？わあ。一緒です、くん。はい。ランバージャックに来ております。おお。はい、あちら、ランバージャック、うん、横文字でランバージャックにヘラクレス、はい、ちょっと実は急遽になるんですけど、はい、前回ね、ランバージャックに来て、うん、久しぶりに2週間ぶりぐらい、うん、1ヶ月以内に来れたというか、はい、結構最近1ヶ月過ぎて1ヶ月、うん、なんなら2ヶ月近く撮影の間が空いてたんですけど、久しぶりに2週間ぐらいでのスパンでちょっと撮りに来させていただいて、だから今日はだから普通に企画とかを撮る日にしたかったんだけど、うん、ちょっと2週間前と明らかに店内が変わっちゃってるんで、ちょっと店内動画を撮らせていただこうかと思います。おー、いいじゃないですか。この短いスパンでこんなに変わるかっていう、だからやっぱ昆虫ショップってもう毎日が間違い探しというか、おへー、うん、すげえ。そう、それの中でもう今回はもう大間違い、大間違い。そう、前回の正解とするならばそう、手ぐらい整体が入ってるから、はいはい、ちょっとね、楽しい店内動画になるかも。本当に完全に夏が来たしっていうのがもう一目でわかる。そっかそっか、季節も季節だし。そう、季節も季節だし、ほうほう。今回久しぶりに、野外品もたくさん入荷したっていうことで、うん、そこも含めてちょっと店内、僕もまだあんまり見てないんで、ちょっと一緒に回っていけたらと思いますんで、はい、はい、じゃあ早速行きましょうか。お願いします、はい、じゃあこっち行きましょう。はい。あー、そこに帰れないよ。店内でね、はい、じゃあちょっと店内をもうぐるっと回っていきましょうか。はい、わかりました。その周りじゃなくて。高評価ありがとうございます。確かに最近のコメントでそれ言われたら知ってる人いるみたいだけど。いや、でもごくまれよ、多分。あ、少数派、うん、少数派ではあると思う。それがどんどん増えていけば嬉しい、ね。はい、その周りじゃない。いやいや、ちょ、その周りじゃなくて。いや、その周りじゃなくてよ。店内回るから。いや、今言ったんですよ。あ、いいね、可愛いですね。早速、デグーか、デグーか。おー、よく見ますよね。そこもうアイドル、うんうん、もう幼馴染って言っていいぐらい毎回合うね。一応カラーで言うと2色かな。あ、こっち今は、うん、そう、実際こう3色いるらしい。はいはいはい。そう、このブルーがこっち、うん、通常の感じ、はいはい、でクリームとクリームパイド、うん、どう違うんだろうね、色が。へえ。だから一応昆虫ショップだけど、全然未開とか寄虫とかもいるし、うん、爬虫類もいるし、うん、小動物とかカメとかもいるって。たくさんの種類。そう、たくさんの種類がある。すごっ。そうで、まあ、ちょっとね、後ろ、まあ、あれなんだけど、ちょっとお客さんがいなくなってから見たいんですけど、うん、そのもう早速夏の景色になってるんで、お、うん、ちょっととりあえずこっちから行こうか。わかりました。ここ、あ、出た。おい、虫舎の、お、ビークは新しいやつ、ヘラクレス特集だ。すごっ、大人気回じゃない。かっこいいな。かっこいいね。これは気になるわ。うん、大人気回。ヘラクレスはやっぱ、うん、たくさん入ってるね、こんな感じで。すげえ。まあ、確かにな、うん、誰でも知ってるもんな、ヘラクレス。いや、そうね。俺の本はないか。ああ。入れてくれるって言ってたけど。売れちゃったのかな。ま、ああ。全売れか。そうっす。いや、ありがとうございます。本当に買ってくださった方。そうっす。ありがとうございます。そう、まあでも、もしかしたら、で、来るかもしれないんで。はい。はい、まあでも、これは買いたいな。うん、うん。そう、やっぱ夏、なんかね、ビークはもう冬場は結構マニア向けの特集組んで、夏場は結構一般的な全体に向けての特集が多いらしい。そうそうそう、そういうのがそういうのがあるらしい。まあそう、やっぱそういうのがあ、やっぱあるんだね、どこも。そう、まあここ本もクワガタカブト以外にももちろん爬虫類系とかもずらりとあって、あ、で、これね、これランバージャックのオリジナル T シャツ。え、あ、これ売られてるの？そう、あなたもスタッフになりませんかっていう。
すごっ。スタッフさんのやつはここにスタッフって書いてるやつなんだけど、はい、これはスタッフって書いてないやつ。あ、いやいや、あ、なんだ、おお、あ、でもすごっ。そう、これ中村さんが、あ、はいはいはい、がモデルになって、うん、そうね、いいっすね、すごいよね。これがだから数量、はい、まあ、残り4枚ぐらいあるんで、ぜひ、はい、これすごいね、ぜひですね。産卵台もめちゃくちゃあるわ。うわ、すげえ、うん、やっぱもう少なくなってきたなと思ったら次行った時にはもうバーッとまた増えてるって感じ。めちゃくちゃ50になりました。そのお知らせの頃、これはもうランバージャックに来た時の5時のお知らせか、いつはスモールワールドだけだから、やっぱり、まあ、確かにそうだね、うん、最高の時間、うん、あ、いいよね、楽しいよね、楽しい、うん、アトラクションに入る前の入り口前のさ、はい、時計もさ、ぴったしになったら人形たちがこう踊ってくれるの分かる？あー、あったような気がする。あれも可愛いね、うん、いいね、うん、ランバージャック最高だな。いや、それは違うところ人形のやつ、うん、でも、もうどっちもやっぱ最高、うん、で、歴代の店長いや、違うだろ、プールで使えるとこ。そう、これプールで使えるやつだけど、すごい、まあ、でももうずっと飾られてるやつ。ほうほう、そう、これやっぱペアリングするのかな、ちゃんと顎縛りもしっかりしてる。いやいや、違うでしょ、ペアリングして完全な状態で、やっぱ気性荒いんで、ギラパは。あ、そこまで忠実に忠実にやってる。気性上がるな、うん、すごいですね。で、こっち、はい、せっかくなんで、ミヤキャット。おー、かわいい、はい、久しぶりだ。ああ、はい、ミヤキャッチ。手ことか入れたら危ないんで、はいはい、触んないようにした方がいいです。でもハイタッチしてくれ。うん。はい。ちゃんとやってくれます。してない。いや、可愛いよね。可愛いですね。あ、でもセールだ。お。あ、だいぶじゃあ。うん。しかもやっぱもう一回オーナーが出してくれて触らせてもらったりしたんだけど。へ、うん、もうやばい。うん、まずいこのまま。このままだと。うん、一緒に暮らしたくなっちゃう。一緒に暮らしたくなっちゃう。かわいいっすね。そう、本当になんか人懐っこい。確かに、まあ、ハイタッチとかね。そうそうそう。でも可愛らしい。ミヤキャット。はい。なんかうちのというか、ランバージャックの。うち、ランバージャックのこと僕、うちって呼んでるんですけど。まあ、それぐらい来てるから。のアイドル。うん。結構ね、やっぱ、夏、はい、7月入ってるのもあるのか、はい、こう多分学校終わりのお子さんと一緒にっていう方も結構多いね。うん、確かに。だから5月とか4月、まあ、4月3月とかに比べたらやっぱお客さんの回転がすごいある。もう夏ならでは。これがまた夏休みとかなったら子供たちだけで、多分近所の子とかなんだろうけど、チャリこいで来たりとかね、そういう風景も見れるからね。あ、なんかいいですね、うん、いや嬉しいね。だからまあちょっとね、店内動画も、はい、その逆に撮るのがちょっと大変みたいな風になるのは夏の証拠でもあるから、確かに嬉しい悲鳴というか。う、ね、さあ、じゃあ、はい、ちょっとそのまあ回っていきたいけど、まあ、この備品とかはもう、はい、やっぱもう案の定充実。うわ、すげえ、たくさんあるな。あ、プリンカップがちょっと売り切れてるか、売り切れてるのかな、今出してないのかもしれない、うん、また落ち着いたら、今バタついてるから、うん、もしかしたら今ないだけかもしれない、うん、相変わらずだね。そうですね。で、ここが委託出させてもらってるやつです、はい、お、はい、でもすごい数いるからちょっと減らすかもしれないけど、はいはい、あ、でも結構いなくなってきたかな。おお、虹色すごいですね。虹色すごいよね。そう、だからちょっと減らすかもね。分かんない、まあ次委託持ってくるタイミング次第になるけどもし気になった方いたらぜひ遊び来た時見てください。ぜひお願いします。ここも買いたいな。それこそ10万人行ったからさ。ああ、ポップ的なやつ、うん、そのタイミングで、はいはい、これもう最初からあるってことですか。これ最初からある。初めて委託出させてもらった時が3万人くらい。だから多分2万9千とか、まあ、3万前後だったんだろうね。すごいよな。ここもね、まあ銀の盾届いたりした時、はい、一掃するかもね。おーって言って、まあいつも言ってしてないんだけどさまあよかったら気になった方、ここも写真とか撮って、ああツイッター上げてください。このこれとか
今のうちに、うん、今のうちになくなるかもしれない、もしかしたら、はい、あ、虹色幼虫もすごいいるわ。お、これ幼虫なんですか、うん、禁止瓶に入って、禁止瓶に入って、だからもしかしたらこれ1本でも羽化まで行くかもしれないから、それ込みでこの値段ってやっぱ安いよね、普通に、うんうん、幼虫は前より減ったかな、若干、うん、だから売れたのかもね、まあ、やっぱ幼虫の方がお値段的には手頃ですか、うん、だいぶ手頃だから、もう種類にもよるけど4分の1以下とかになったりするから、なるほど、ね、うん、で、まあ、成長するまでの楽しみもあるのか、そう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 、生体分購入して4匹ぐらい購入したらもしかして2ペアになる可能性もあるし、はい、っていうのも考えたらね、成長過程とかも子供と一緒にとか、うん、お子さんだから成虫だとちょっと予算的に厳しいけど幼虫でを買って子供と一緒に大事に育てるとかね、うん、なんかそういうのもあったりするからね、あ、それはいいですね、うん、だから幼虫もこう豊富だとありがたいよね、はい、うん、その飼育者はもちろんだけど、そのお子さんと一緒に何気なく来た人とか、うん、で生態の写真とかもだからこういう風に貼ってあると分かりやすいし、確かにこうなるんだ、こんなクワガタになるのみたいな、いやすごいですよね、でも本当にそれは、そう、感動するんでしょうね、感動するんで、それでやめられなくなって、あ、はて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 、そうだから幼虫も結構いる、はい、で今のうちちょっと入り口ちょっと見ます、はい、入り口、入り口がね、こんな感じで入った瞬間、あ、ここにずらっといて、はいはい、多分ね、この下も後で検品されたやつが またずらっとくるって感じなんだけど、アトラスがこんないるのを久しぶりに見たかも俺、これアトラスの、そう、これちょっと許可もらってるんで開けれますけど、確認したい方はスタッフさんに言ってください、うん、これアトラス、失礼します、どうぞ、おお、かっこいいっすね、かっこいいね、ちょっとでかいね、します、わーすごい、ほら、すげえ、こんな色なんですね、そう、ちょっと緑身がある感じの金属光沢感あって、そう、これを小さい頃初めて見て衝撃が走る、だ外国産の初めて見る衝撃みたいな、入門みたいな感じだった、うち、これが小さい頃は、確かにこれは子供の頃見たら、いや、心を抜かれる、完全に抜かれた、うん、でコーカサスと違ってここに、コーカサスはこっちにここに突起があるって感じ、ここに中にうわ突起がある、そう、怖いからあんまもう説明するのやめるけど、はい、でアトランスも100近くなったりする産地の子とか種類もいるから、すごい、だから俺が小さい頃展示で、展示というか、なんか触れ合いコーナーみたいな、はい、展示会のとかはもうアトランスがずらっといる感じ、おい、で閉店した後に、うん、僕ランバージャ、あ、ランバージャックやボンベルタっていう、はい、出ました、宮崎のデパートの、はい、展示会、はい、もう毎日通い詰めてたんだけど、はい、小学生の頃4年から6年生まで、すごい、そうだから、うん、途中から閉店後もちょっといさせてもらえて、ちょっと手伝わせてもらったり してくれたんだけど、そこでも手伝った、そう、手伝ったよかったら手伝うみたいな、やるみたいな、手伝うとは言われながらやるって言われて、うんうん、そうだからアトラスが大量にいる特大なケージ、はいはいはい、もうそこもタダで一応あの中入れるんだけど、うん、その中で欲しい生態がいたら入れてお会計とかできるみたいな、はい、そこにアトラスがずらっといるから、もう何なんか段ボールとかかな、段ボールかなんかがこう切られたやつがあって、はい、その多分新しく毎回新しいやつなんだけど、うん、そこに昆虫ゼリーも信じられない数ポッポポッポプッチンプリンみたいに出してって、すごいっす、ほんとゼリーの山みたいなのを作って何箇所か置くみたいな、すごい体験をしてますね、小学生の頃、貴重なね、その時のだから定番といえばのアトラスだったけど、うん、それがやっぱコロナとかの影響もありつつ、うん、そもそもの流通便数とか入荷数が減ったっていうのもちょっと減ってたから、うん、だから多分 2,3 年前かな、3年ぐらい前、コロナ自粛一発目明けぐらいかな、うん、のあたりとか、そのアトラスを探してる業者とかがめちゃくちゃいたって状態、イベントといえばアトラスだから、アトラスいないですかみたいなので困ってる人とか結構いたね、そう、また定番に戻ってくれればいいけどね、そうですね、だから俺小さい頃とかオスメスペアで900円とかだったから、はい、そう、それが今もう3倍4倍ぐらい、これでも安いけど、ね、正直、うん、確かになんか思ったよりは全然手頃ですね、そう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 、
うん、こっちも全然サイズによってまた変わるんだろうけど、はい、でもこんなん結構だいぶ立派よ。すごいすごいね。でこの隣は、はい、セヤカ。セヤカ凶暴な、なんかでかそう。でかいね、80ミリアップ。こんなのが自然界にいるんだって。すごい、やばいよね。かっこいいですね。かっこいいね。このね、正面からこう中の突起、2つに割れた二股の突起がたまんないね。はいはい、かつい。うわすごい。すごい。すごいね。で、まあ多分下にもずらっと行くんだろうなっていう状態で、こっちはこっちでね、ん野外品の国産種。うわすごい、いっぱいありますね。そう、カブトムシとか。うわでかいね、これ結構。捕まえてきたやつとかだと思うんだけど。あ、もうスカイダイビングしてる。いえ、こうじゃないですよ、もう伝わらんけど。動画外でね、はい、今、イズイは両手を広げてくれたけど。そう見えるけど、あでもなんかすごい立派そう。立派だね。本当はここにジュビアン。かっこいい。スタッカウトはいいですね。野外品の捕まえてきたりお願いしたりしたやつなのかな。ノコギリもだいぶ立派だよ。60ミリぐらいある感じの。ノコギリもいたり、あ、これ平田もいるじゃん。でかいじゃん、しかも。本当だ。でけえ。でけえ。56ミリ。すごいな。国産のやつがめちゃくちゃいるね。国産もいいっすね。これ宮間もいるじゃん。あ、これ撮ってんじゃん。あ、でかいな、しかも。かわいいやん。いや、すごいね。国産ゾーンも豊富。うん。ここはもういつも。おお。ミラハが飛んだ。羽が出てるけど、今ちょっとカメラで収まんなかったけど、多分飛んだんですよ。おお。野外品の子とかが、前入ってきてた子とかかな。でっかいな。登ろうとしてるじゃん。ね。向上心高くて。おさらに上へと。さらに上へ上へと。ここもすごいな。そう、ここはだから、まあ、5月だから先月先々月とかに入ってきてた子たちがずらっといる感じかな。入荷日も書いてあるんですね、うん、そうそうそう、入荷日だったり浮荷日とかが書いてある。なるほど。すげえ、永遠に飛ぶんじゃないこれ。めちゃくちゃ飛んでる。出れないからずっと飛べる。すげえ。あ、何これ。すごい瞬間だ。すごいな。今の TikTok に載せるんでよかったら見てください。すごいね。で、あそこが、まあ、まあ前に入荷してた子たちで、ここがナンバージャックのレンタルスペースっていうのがあって、はい、そこでレンタルスペース借りてる人たちが出してる子たち、うん、委託の子って感じ。そう、ここもやっぱ夏はずらっといるね。すごい量ですね、うん、あ、すごい。いろんなランバージャックいない種類とかもいたりするし、ランバージャックよりお手軽に買えたりする可能性もある。そう、サリンドッケとかなかなか見ないもんね。え、あ、そういう名前の。そう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 、平田マリンドッケ島っていうのの子なんだけど、そう、こことかも結構入れ替わり激しいから、うん、来た時に絶対見た方がいい。まあ、全部そうだけど。こっちかな。あ、ここもすごい。すごいね。ヘラクレス。ヘラクレスめちゃくちゃ入ってきてるな。羽化してある程度活動始まって固まってきた子たちが出てきたって感じかな。結構でかい。160がずらっといて。そうそう。で、この下が150台。しかも155アップだから155以上。でかいな。めちゃくちゃでかい。これは楽しい。いや、すごいね。145ってちょっと小ぶりの、うん、それでも十分立派だけど、うん、お手軽な子もいるし、はいはい、もう活動そろそろ始めてそうだね、うん、そう、あ、で、メスが少ないのか今逆に、うん、
メスもまだ寝てる感じかな、うん、一緒ぐらいの時期って感じかな、うん、もうそろそろ起きそうな、うん、こう下にいるの、ね、すごっ、こいつ起き出してるじゃん、さあ起きてるね、うん、すごい、ちょっとせっかくだから一番でかいやつ、めちゃくちゃ立派だな、ケースがやばいもん、いやね、ああすげえ、うわでけえ、おお、でかいな、すごいっすね、何センチ、これが162ミリ、だから16センチ超え、すごい、おお、大迫力、おお、もうそろそろ起きそうな、うん、元気っすね、うん、いや怖いな、手にと思ったけど、すごい、お元気すぎる、元気だ、おお、寝ようとしてるんですか、すごい、はい、いや立派、だいぶ立派、うん、55,000、はいはいはい、でもだいぶお手軽になったけど、あっち、うん、こっち来た時に比べたら、うん、160もショップでやっぱ全然見なかったからね、昔は、それがもう出てくる、出てくる、160が162が3匹いるのすごすぎる、すごい、あしかも形もすごい綺麗だし、こいつはちょっと先がグッとウェーブかかって、うん、そうかっこいいね、でこの下のヘラクレスも結構でかい、はい、いやー違う、ヘラクでかすぎるし、これアルダブラゾウガメだ、ゾウガメ、うん、すごっ、今起きてるな、おお、かわいい、そうかわいいよね、うん、僕昔カメ飼ってたんですよ、あそう、はい、何ミドリガメとか、あ多分ミドリガメ、あ普通のホームセンターとかで売ってたやつみたいな、いやそこは覚えてないですけど、なんかふと気づいたら親父が飼ってて、でも可愛いよな、カメも、俺も飼ってたけど、あいいっすよね、うん、いいね、ゾウガメ、これ飼ったら、いやいやいや、大奥だ、大奥だ、おお、すごいね、こんな元気なの久しぶりかも、なんかいつも寝ちゃってたから、はい、動いてるのは新鮮だね、おいやすごいよね、これでだってまだ13から15歳らしいよ、こっからだからあと中学生、中学生だ人間でいうとすごいな、だからあと一応推定寿命100年だから、えすごい、すごいよね、あと85年ぐらい生きるのか、めちゃめちゃすごいじゃないですか、ね、すごいな、こっからどんぐらいまでなるんだろうね、いや本当すごい、100センチ、まあでもこれがこんぐらい、もうちょい大きくなるのか、まだ大きくなるのか、体長だから、でもこんぐらいだもんね、1メートルって、まあそうですね、もう二回りぐらい大きくなるの、いややばすごいな、ヘラクレスもすごいけど、うん、こういったね、カメとかもたくさんいて、うん、あれこれもペルシテスゾウカブト、おいえ、知らない、ちっちゃいゾウカブト、おいえ、かわいいですね、そう、かわいらしい、はい、そのゾウカブトでいうと、なんだろう、エレファスゾウカブトとかみたいな感じの尾毛に覆われてるタイプで、それギュッとしたような感じかな、感覚でいうと、そうだからどのぐらいだろう、1年半ぐらいで羽化まで行ってくれるから、1年から、あじゃあそう普通のゾウカブトよりは早い、そ そう普通のゾウカブトに比べたら 2,3 倍早いかな、うん、そうあんまり見ないからね、ゾウカブトも、おおおお重戦車だ、すごいね自分の餌場が、家とか建てられてるときこいついない、いないね、それ重機じゃないの重機としていないこいつ、確かにいっぱい潰せそうだけど、すごいね、はい、たまにここを散歩してたりするから、そんなことあるんですか、なんか それ見れたら、すごいお得、ね、なんか幸せな気分になる、ペンギンがたまにあの動物園とかで散歩してる感じ、そうそうみたいな感じで、あそれ見たい、そうで、うん、そいつのちっちゃい子、うん、それの一回りちっちゃい子が多分これかな、ちっちゃい子もでけえの、でかいよ前もっとちっちゃい子がもしかしてイベントの方に持ってってるのかもしれない、あなるほど、さっきのがゾウカブトでこいつリクガメ、かわいい、かわいいよね、かわいすぎる、
あ、いっぱいおる。でも、俺もやっぱ70センチぐらいまでなるんだって。え、すごいね。すごい、すごいです、この人たちは。陸亀とゾウガメの基準があんま分かってないんだけど。確かに、分かんないですね。どっちもなんかでかいイメージありますけど、ね、そう、で、ここでゾウガメとかリクガメがお出迎えしてくれて、うん、ヘラクレスが、はい、のでっかいやつがいて、うん、で、ここ見て、今、今回インドネシア便が入ってきた子たち、すげー、ずらっと、まだ値札貼られてないやつもやっぱりこの下にも実は、本当このところにも、こっちにも、そう、もう溢れ返ってる、棚から、そう、溢れ返ってる、そう、棚からインドネシア便。うわ、何それ、棚からボタミティ、なんて言った、棚からボタミティって言った、何それ、令和すぎるって、何ボタミティ、いや、令和の言葉じゃない、いや、令和すぎるよ、確かに、ボタミティかと思ったら、棚からボタミティは俺聞いたことないからあと、ボタミティって何言ってた、いや、俺も知らないけど、だから令和すぎる、新しい紅茶なのかも、令和すぎるから失礼しました。いや、ここすごいね、すごい、下に、ここパリーオークアとか、もう本当にインドネシア便といえばの種類だ、パリーフタワタ、ライヒヒラタとか、レデキン、ツヤクワとか、お、すごいな、ちょっと失礼します。え、これ何、あ、スマトラコーカサス、すごい、スマトラ島のコーカサス、わぁ、このこれですね、100ミリ、トゲが、そう、あ、ま、そう、真ん中にね、ここすごい、めちゃくちゃ入ってるね。あ、で、こっちにもこのツヤクワとかヒラタとか、あ、で、このでっかい、でっかいセアカも、さっきのやつより5ミリ以上でかいって言われて、これすごいな、もうスパイダーマンじゃないですかまさかの雲の可能性出てきた、いや、すごい、でかいのばっかり、ずらっと、あ、下にも、あ、下マンディとかもいるよ、マンディブとか、でかいな、しかも、でか、結構怖っ、怖いね、うわー、すげー、すごすぎる、うわ、あ、アスタコもいるじゃん、アスタコイですよ、ノコギリクワガタ、お、綺麗な、あ、すげえ綺麗だよね、綺麗、こういう色なんですか、そう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 、で、なんか多分アッシュとかによってももっと色味が違うやつとかもいたりする、すごい、でもなんか小さい頃見て、どのアスタコイですなのか分かんない、何種か多分いるから、どのアスタコイですか分かんないけど、はい、見かけて、そのなんかもう何ノコギリ、日本のノコギリの色違いみたいな感じというか、うんうんうん、なんか そこを実感したというかね、うん、同じ似たような形でもこんな色違うやついるんだみたいな、うん、すごいね、うん、そうで、また新しいアトラスたちも、チビアトラス、かわいい、かわいらしいの、で、上にも、だからちょっと今回入ってきた子たちの値札がもう貼られてるやつもいる、うん、ブケット二股とかね、ほいほいほい、お、結構でかいね、こいつ、おー、勇ましい、ほんと、ぱっと見背垢の背中の色味がないバージョンみたいな見た目だけど、これでかいね、79ミリ、よりどり緑、よりどり緑は完全に、すごい、あ、で、ここはエラフスもいます、エラフス、小さい頃俺図鑑で見て憧れたクワガタ、へえ、おお、綺麗っすね、世界最大の細若クワガタ、おお、確か最大種、そう、100ミリ超えたりするから、すげえ、なんかいいよ、そう、細やかクワガタ系は結構色味が綺麗な子もいるんだけど、そう、金属光沢感あるけど、なんだろうな、ちょっとザラつきがあるから、うんうん、こうちょっとラメ感もあるというか、そう、これがもうなんか小さい頃、うん、俺が夏休みにじいちゃん家帰るから、うん、お盆あたりにね、はい、帰るから、じいちゃんが山仕事だから、うん、クワガタが取って集めてきてくれてるの、はい、それを もらって帰るみたいな感じだったんだけど、小さい頃、今まで見たことないクワガタ捕まえたみたいな、うん、言われて、うん、え、なんだろうみたいな、
で、その時って画像とかもないから、電話、ただ電話のやり取りだったから、なんだろうってもう期待、そんなわけないんだけど、はい、もう小さい頃だから、もしかしてこの、こいつじゃないみたいな、こいつ捕まえたんじゃないのみたいな、大問題なんだけどさ、その捕まえてたら、で、期待に胸を膨らましていったら、はい、宮間クワガタだった。そう、まあ、宮間もやっぱ珍しいから、なるほど、そう、産地的に場所的に珍しかったから、はいはい、そうなんだけど宮間かってなっちゃった自分が嫌だったなちょっとね、まあ、確かに宮間もなボコッとしてて、あ、そうそうそう、珍しく感じますね、うん、ね、まあ、かっこいいし、まあ、うん、そう、地域によって本当いなかったりするからね、はいはい、さっきのやつのでかいの、ちょっとでかいの、うん、これ1センチぐらいでかいやつ、なんかそう、そうなってくるとこう、顎がすごい長くなってウェーブがかかって、本当だ、やっぱちょっとの違いでこんなに変わってくるんですか、どんどん変わってくる、いやでもこうずらっといますね、はい、でそれ以外にももともといた種類たちもずらっといてって感じで、大賑わい、いや本当にすごい、はい、ということで、まあ、全部回らせてもらいましたかね、一応、はい、うん、いや、すごかったな、いや盛りだくさん、そう、生態もすごかったけど、うん、なんかお客さんもすごい増えて、確かに、うん、全部増えたって感じやね、あ、もう、全部、ね、お店に関わること全て、関わること全てビークワの本もめっちゃ増えてたし、私、いっぱいありましたね、いっぱいあった、すごかった、すごかったね、うん、店長さんがね、ちょっと今休憩中みたいで、はい、うん、その今姿現してないんですけど、まあ、また暗くなってきたら多分店長も飛んでくると思うんで、いやでも、うん、昆虫じゃないよライトもいっぱいあるし、いやいや、まあ、ちょっと店長は今休憩中みたいでお会いできなかったんですけど、うん、まあ、でもすごい入って、はい、これからまたお客さんも、うん、また生態もたくさん入ってくるのかなって思うとすごいワクワクする最高の店内動画になりました、はい、でまたね、その視聴者の方にも声かけていただいて、うん、いやね、びっくりしたけど、ありがたいですね、うん、そう、なんか撮影中だからカメラ切って間とかでね、話しかけてくださって、うん、いや、ありがとうございます、ありがとうございます、そう、ちゃんと登録してるそのスマホでね、ちゃんと照明まで見せてくださってわざわざありがたいですね、いや、ありがたいね、うん、いや、そう、どうだった、伊豆は久しぶりじゃない、だってランバー久しぶりですね、てか僕、夏初めてですよ、あ、そういえば、多分そうか、そうか、いや、だからすごいにぎわってて、うん、いや、なんかすごい、もう本当に季節を感じるという、いや、そう、本当にね、昆虫ショップ来れば、うん、春夏秋冬わかるから普通に外行ってたらさ、うん、そのもう、やっぱ、はい、あれ、秋あったっけみたいな、いや、あるけど、本当にあるけど、最近はね、めちゃくちゃ、で、うん、あれもう春じゃなくて夏じゃんみたいなさ、うん、冬長くないとかあるけど、昆虫ショップ行けばちゃんと春夏秋冬あるから、この生態入ってきたってことは10月ぐらいだなとか、いや、それはちょっと知ってる人じゃないと分かんないですそう、いや、でも本当になんか、うん、そういうなんか周期みたいなのあるから、はいはい、そう、昆虫ショップちょっと季節感が分かんない方は昆虫ショップで確認してもらえたら嬉しいです、ね、うん、それで行く人もね、うん、そう、それで行く人はそう、まあでも生態がなんか3000匹、うん、あ、そうか、この動画じゃないのか、あ、そうか、そうです、うん、まあでも、その3000匹ぐらい入ったらしくて、うん、そう、久しぶりらしい、2年ぶりぐらいにそんだけたくさんガッと入ったらしいから、うんうん、なんかコロナも明けて、ちょっとこう流通もしやすくなってくるのかなみたいな、すごい数ですね、うん、そこもね、そこも含めて、なんか嬉しい夏になりそうだね、うん、おー、うん、それは良かったです、いや、楽しみ、はい、はい、というか、まあ、ランバー皆さん気になった方は、うん、ぜひ、概要欄にツイッター載せとくんで、うん、ランバージャックの、はい、そこからツイッター飛んでみてください、ぜひ、はい、で、遊びにも武蔵小金井と東小金井の、うん、間にある昆虫ショップなんで、車でも行けるように駐車場もあるんで、うん、はい、ぜひ遊びに来てみてください、はい、はい、そんな感じで今回の動画は以上です、ご視聴ありがとうございました、あ、これ買ってください。